ないようですね、ラドリナード様。ああ。とうとうマスターオーズに一件なのね。何か長いようで短かったわね。にゃ。あのラッドさん、私たちはこれから。バカ、よすな。え、何？ジョー。なんでもないさ。それよりマスターオズが首を長くして待ってるぜ。さあ、行った行った。うん、もっとシャキッとしなさいよ。これからあんたは自分の憧れに会いに行くんでしょ。あまり情けない顔してると笑われるわよ。ドリス、ラドリナード様、行ってらっしゃいませ。わかった、それじゃあ行ってくるよ。行ったか。ジョー、本当にあれでよかったのですか。ああ、さよならなんて言えねえよ。ちょっと、何の話？また旅に出るつもりね。ああ、ラッドがギルドの幹部になった以上、もう俺たちの役目は終わりだからな。さよならぐらい言わせてくれてもよかったじゃありませんか。いや、ラッドのことだ。行っちまったら最後、締めっぽい別れになる。俺はそんなのごめんだ。そんにゃー、わらし、ジョーと別れ嫌にゃー。すまねえ。決意は変わらないのですか。ああ。私たちはもともと3人で旅をしてきました。またその生活に戻るだけです。そんな、私たちはみんな仲間じゃなかったんですか。すまね。それじゃあ私も故郷へ帰るかな。ドリスさん、あなたまで何を。いいじゃないの、去る者は追わず。ジプシーで言うところの旅の鉄則よ。それじゃあ俺たちはこれで。皆さん、お元気で。ジョー。じゃあね、ラドリナード様をよろしくね。そんな、ドリスさん。じゃあね、元気で。これは。まさかあなたが、もしかして。ではマスターオズはどちらに。何をバカな。創作。それじゃあ、本当に。
これを他国に知られれば、マスターオズを恐れて二の足を踏んでいた奴らが退去して攻めてくるというわけですか。誰だお前は。なぜ僕の名を。詭弁だな。自分の悪行を正当化するのは悪党の常套手段だ。何が言いたい。そして戦わずしてこの国を属国化させようというわけか。お断りだ。何？くそ、エメラルドシティには軍隊なんか存在しないぞ。なんてことだ。ではオズとはここから。バリア？それじゃあ。でも敵の動きが早ければバリア内に侵入されると厄介ですよ。僕が行きます。任せてください。必ず食い止めてみせますよ。どうした？今それどころじゃ。ジャンヌが倒れたにゃ。何？それにドレスやジョーたちがサイを習っていって。ここにはもう私たちしかいないわ。くそ、なんてことだ。この町が戦場になるかもしれないって時に。たどりな。
ジャンヌ、もう大丈夫なのか？はい、ジャンヌは大丈夫です。それより、今の話は本当ですか？この町が戦場になるって。残念ながら本当だ。こうなったら我々だけでやるしかない。いけるか、みんな。はい。にゃ。やるしかないでしょう。ラトたちが危ない。ジョン、ヨシノ、ミスティ、ドリスさん、やっぱりあんたたちもまだこんなところにいたわけね。なんとなく未練がましくてね、恥ずかしい限りさ。ま、とにかく話してる暇はないわ。ラトたちを助けるわよ。わかった。ちょっと、やつら進軍を始めたわよ。しゃあね、邪魔するやつは叩き潰す。オッケー、やってやるわ。毎度のことながら、野蛮な人たちだこと。日の丸の援軍に裏切られたようです。なるほど、
それで敵軍のおかしな動きも納得できる。よし、こうなったら僕たちも撃って出るぞ。了解。
かってきな。か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 かってきな。
ゴロ、にゃかかってきな。かかってきな。かかってきた。
この雑魚が。Thank you.
かかってきな。死になさい。覚悟はいい？かかってきな。覚悟はいい？
かかってきな。かかってきな。かかってきな。ゴロ、にゃー、ララ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 ラ。ゴロ、にゃー。覚悟はいい？当たるのも発見。
覚悟はいい？かかってきな。かかってきな。覚悟はいい？かかってきな。死になさい。
ください。覚悟はいい？死になさい。かかってきな。死になさい。かかってきな。行けー。
悟はいい？かかってきな。コロ、にゃー、死になさい。覚悟はいい？覚悟はいい？死になさい。かかってきな。かかってきな。なんだあれは。変身した？そんな。
かかってきな。
かかってきな。ジャンヌ、これが戦いを望んだ者の悲劇だ。僕たちにはこうするしかなかった。これで終わったよね。ああ、終わった。ガルマニア軍を操っていたソーサラー・ロギが死に、その同盟国ヒノワールの軍勢も撤退した。これでエメラルドシティは守られたってわけだ。今度こそ俺たちの役目は終わりだな。ジョー、私たち、待ってくれ。先に僕の方から言っておきたいことがあるんだ。ラドリナード様、みんな今まで本当にご苦労だった。僕は君たちのおかげでとうとうギルドの幹部にまで上り詰めることができた。ラッド？だが聞いてほしい。僕はまだ旅を終えるつもりはないんだ。しかしラッドさん、あなたはギルドの幹部になったのでは？言ったはずだよ。僕の目標はマスターオーズのような立派な英雄になること。ギルドの幹部ごときじゃまだまだ。ラドリナード様、それに幹部が冒険しちゃ悪いかな。僕にはまだ君たちが必要だ。これだけの理由じゃダメかな。レッド。
幹部が冒険して何が悪いか。負けたよラト。分かった、俺はあんたに一生ついていくぜ。ジョー、ヨシノもそれでいいだろ。ラットと別れるとき泣きそうな顔してたお前だ、不服はないだろ。もうジョー、そんな恥ずかしいこと言わないでください。それじゃあまた皆さんと一緒に旅ができるんですね。仕方ないわね、ラットはいつまでたっても子供なんだから、私たちで面倒を見てあげましょう。ドリス。そうだにゃ、わらしもラットの面倒を見てあげるにゃ。あんたは面倒を見てもらうの間違いでしょ。フ
ここか、依頼主の住所は。すいません、ギルドから派遣されてきたものですが。お邪魔します。なるほど、この奥に特効薬を持つゴブリンがいるんだね。その薬を持ち帰れば依頼主の方の病気も治るわけですが。しかし変わった病気もあるもんだよな。そのあんなことが止まらなくなる病気だなんて。あれは本人が調合した薬のせいらしいわよ。ラッドが知らないのも無理ないか。ジャンヌのパンチ綺麗に決まってたものね。でした。大丈夫だよジャンヌ、全然気にしてないから。ただしシャロンだけは許さないからな。僕は落書きされた顔でずっと街をうろついてたんだよ。へえ、私は全然気にならないわよ。僕が気にするよ。バカね、あれは芸術なのよ。ボディーペイントっていうの。シャロン落書きって言ってたぞ。静かに、何か怪しい気配を感じますわ。どうやら囲まれちまったようだな。とにかく戦闘準備だ。かかってきな。
かかってきな。かかってきな。死になさい。
この雑魚が。かかってきな。死になさい。消えろ、この雑魚が。少し危なかったですわね。それじゃあ奥へ進むとするか。あの建物かしら。この中にレッドゴブリンがいるのね。知性が優れているって言うけど、案外このバカ猫並みだったりしてね。お腹すいたにゃ。依頼主の方がすでに話を通してるそうなので、あとはお薬をもらうだけです。すいません、ギルドからのお使いのものですが。失礼します。うわ、なんだ。だけど、ラドリナード様、この展開は。ああ、すみません、ラドリナード様。やるじゃねえか、ジャンヌ。ま
またもやクリーンヒットだ。そんなつもりじゃ。ラドリナード様、ここが魔物の住んでいるという森ね。退治する時の作戦なんだけど、どうするの？ラット？いいかいノーラ。2の数が2つある時は何やってるの？ノーラに算術を教えてるんだ。なんでもこの年になってもまだ掛け算すらやったことがないらしいからね。ダメだぞノーラ。これからの世の中、数字に強くないとご飯も食べられなくなるぞ。そうだろ。じゃあまず簡単な復習からだ。 2×7 はいくつだ？ 2× にゃにゃ、2がにゃにゃ子だから、発音から書いた方がいいような気がする。掛け算を教えようなんて無謀なことなのよ。ふう、ご飯を。気にしないでノーラさん、算術ができなくても大丈夫、ご飯は食べれますわよ。本当かヨシノ？そうね、ゲスな野郎どもにペットとして飼われるなら餌ぐらいもらえるんじゃない？そんな生活嫌にゃ。この子たちの喧嘩っていつ見ても低レベルね。ちょっとダリス、人のこと子供扱いしないでよ。それとノーラと同レベル扱いっていうのも納得できない。あら、矛先がこっちに向いちゃったかしら。ノーラ、さっきの問題の答えは分かった？ちょっと待つにゃ。人参とニンニク。肉？いいわ。あれ忘れたにゃ。シャロン。イエーイ、バカ猫。ノーラ、もういいよ。今日はやめにしよう。今度シャロンがいない時にでも。できた！18にゃ。引っかかった。飽きないわね。シャロンのせいで間違いにゃのか？みてえだな。わらしのお勉強邪魔するなんて許せない。暴力を振るうなんて最低。野蛮よ野蛮。ふにゃ。振るわれるようなことを仕掛けたのはシャロンさんでしょ。
やられたらやり返す、これが私のモットーよ。ふう、シャロンのブス。やべ、一人で森に入っちまった。みんな、ノーラを追いかけるぞ。なにゃ、二人いるにゃ、何してるにゃ。暗くてよく見えないにゃ。みんな、ノーラは我を忘れてるみたいだ。一時、僕のところまで戻ってくるんだ。了解しました。わかったわ。分かったぜ。仰せのままに。オーケー。ララ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 。かかってきな。かかってきな。かかってきな。
ろこの雑魚が。ララ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 ラ
Thank you.
パーフェクトシールド！
Thank you.
こんなこともあろうかと例のものを持ってきていてよかった。ジャヌ頼む。わかりました。えい。ラントさん、例のものとは何なのですか？ああ、また旅だよ。また旅をノーラに食べさせたら力が抜けてふにゃふにゃになったって昔シャロンに聞いたことがあるんだ。このバカ猫、いつもみんなに迷惑かけて。シャロンすまんにゃ。ノーラもああ言ってることだし、許してやったらどうだい？わかったわよ。ノーラも気をつけろよ。ラットすまんにゃ。ほら、これをやるから元気出せ。さあ、一件落着したところで戻ったら三術の特訓だ。